こんにちは、阿部チャンネルです。今日はですね、巷で関心の高まっている電動キックボード規制に関して解説をしたいと思います。電動キックボードの普及に向けて4月19日に道路交通法の改正案、こちらがですね、衆議院で可決をされました。いまいち内容はよくわからない、危なそうといったコメントもよく頂戴しておりますので、改めて何が変わったのか、多くの皆さんが懸念される安全性は大丈夫なのか、そもそも電動キックボードの普及を促す必要があるのかといった素朴な疑問についてご説明をいたします。私もですね、所属する内閣委員会で道交法改正の審議に先立って電動キックボードの試乗会に参加したことを SNS で、Twitter でですね、投稿しましたところ、電動キックボードを解禁して危なくないのか、といった声をですね、相当数頂戴をいたしましてですね、改めてしっかりと国民の皆様にのご懸念にですね、答えていく必要あるなと感じているところです。まずですね、今回の改正の概要について、ご説明します。今回の目的ですが、端的に言ってしまいますと、冒頭でもお伝えした通り、電動キックボードの普及でして、最高時速20キロメートル以下の電動キックボードに関しましては免許が不要になります。現在は原動機付き自転車、いわゆる原付きと同じ扱いをされているわけですけれども、これが新設の特定小型原付きという車両区分に分類をされまして、免許が不要になります。年齢制限は16歳以上ですけれども、ヘルメットの着用も努力義務とされることになりました。努力義務とは、ほにゃららするように努めなければならないという意味ですので、この場合ヘルメットを被るように努めなければならないという意味になります。つまり意味的にはしなくともルール上は問題ないということになります。なおですね、現在も街中で見かける電動キックボードの利用者ノーヘルじゃないかと思う方も多いかと思いますが、これも政府の特例措置の対象とされているためです。で、やはりですね、皆さん気になるのが安全性に関する点だと思います。時速20キロというと相当なスピードです。Twitter、YouTube 上でも歩行者の方や自動車を運転される方から、電動キックボードにぶつかりそうになった、危ないといったコメントを多数いただいています。また路上駐車などによって交通の妨げにならないのかといった声も伺っています。こうした声も踏まえてですね、内閣委員会法改正に関して質問をさせていただきました。特に訴えたのは、電動キックボードの普及に応じた駐車スペースの確保。普及してくると、置き場所に困るじゃないかということで、これしっかりと確保をしていかなくちゃいけないということを、国土交通省のご担当の方にもお伝えさせていただきましたし、道路状況に応じた自転車レーン、こちらの整備の促進ですね。危ないので、危ないことは重々承知していますので、その専用のレーン、これを、この整備をとにかく早く進めていくべきだということは、お伝えしました。さらに、私からはですね、その、地域事情によって大きく異なってくるので、そこはですね、その地域に権限をしっかり持たせて、整備を進めていくべきだと申し上げました。維新の政策としましても、この道路交通事情においてはですね、財源、権限、こうしたものを、一括ですね、お渡しして、そこの、首長だとか警察だとか、判断して進めていくべきだと言ったことを訴えさせていただいております。またですね、法案の議決にあたっては、日本維新の会も提案者となりまして、電動キックボードの安全性についてとの付帯決議を、議決しています。この道交法の改正については、自民党、立憲民主党、日本維新の会、公明党、あと国民民主党、有志の会が賛成。で、反対は共産党、れいわ新選組でした。で、こちら付帯決議に関しては、これから申し上げる通りですけれども、特に安全性の確保に関する点が中心となっています。内閣委員会でも安全性についてかなり議論出まして、意見が出ましてですね、ヘルメットをしっかり着用させるべきだという話もそうですし、車が、運転するときに危なくないように万全の対応を期すべきだとか、本当にいろいろ出ました。で、申し上げますとですね、新たな交通ルールの徹底、電動キックボード等の事故が多発していることを踏まえた悪質運転取締り強化、
交通事故情報の収集分析と交通安全のさらなる向上努力、電動キックボード等の安全な走行環境確保に向けた自転車道を整備努力、駐車環境整備、利用者に対する安全教育の確実な実施、電動キックボード等の歩道走行の在り方検討と必要な措置、ヘルメット着用義務化を含めた着用率向上方策の検討、16歳未満の運転禁止規定の遵守徹底、免許制導入も含めた規制の在り方の検討と必要な措置、原付との判別可能な外観表示の在り方検討と必要な措置等となっております。この新しいモビリティ、移動の手段の普及は非常に重要だと思っているんですけれども、一方でそれが国民の生命に危険を及ぼすものでは、なってはですね、決して許されません。引き続き安全性の確保に向けて国会でも取り組んでいきたいと思います。そもそもですね、なぜ電動キックボードの普及を目指すとかのかというところなんですけれども、疑問に思われている方も多いかもしれません。中にはですね、中国のなんかから金もらってんのかみたいな、そういった声も聞こえてくるんですけれども、まず1点目はですね、移動に関する利便性の向上ですね。私も試乗してみて感じたんですけれども、車よりも小回りが効きますし、自転車よりも速いので、例えば都市内の、ほんと都心のですね、移動については、非常に便利かと思います。通勤ですとか営業の外回り、プライベートの外出時などニーズが非常にあるなと感じました。二つ目はですね、新産業育成の観点ですね。あるコンサル会社の試算によりますと、電動キックボードの市場規模は2025年に世界で4兆円、日本でも将来的に1兆円規模になると言われています。マイクロモビリティ推進協議会会長であるシェア電動キックボードのループの CEO の方もですね、法案成立後に法改正があと2年遅かったら我々電動キックボードから撤退していたとコメントをしています。ちなみに海外では電動キックボードが街にあふれて社会問題化している国も多数ありまして、その前段階で道交法を改正したことに対しても合わせて評価のコメントを寄せられています。やっぱり今この日本の経済停滞、これはもう本当に由々しき問題でして、少しでもですね、新しい産業、この国産のですね、そういうメーカーですとかサービスが生まれてくるためにもですね、この行政、その国会がリードして、しっかりルールを変えていく、作っていくって非常に重要だと思います。私もですね、この新しい産業を生み出していくこと、本当に思い入れありましてですね、どんどんやっていくべきだと思っています。もちろん、それは安全性をね、しっかり守っていく、命を守っていくことは大前提になってきますけれども、危ないから、全部ダメって言うと、もう車は乗れないですから、そこをですね、詰めて、新産業を応援していく、環境の負荷、今のカーボンニュートラルの時代にもですね、あった環境負荷の非常に低い、新しいモビリティ、こちらをですね、盛り上げていくことが非常に重要だと思っています。あと、実証実験も相当やった上での判断だというふうに受け止めています。新たな産業を作って、育てて、そして雇用を生み出すという観点でも、電動キックボードの普及は非常に重要だと考えています。ちなみにですね、私電動キックボード関連の会社さんからも、何も、お金も何ももらってませんので、そこは不言させていただきます。はい。繰り返しにもなりますが、あくまでこれは国民の安全が守られてのことだと思います。これからも安全と利便性の両立に向けて、この問題に取り組んでいきたいと思います。以上です。では、皆さん、チャンネル登録、お願いします。Twitter、Instagram などもやっておりますので、ぜひともフォローお願いします。では、またお会いしましょう。日本、維新の会。